静岡市では今日から大規模な災害ごみの受け入れを始めました。今のところごみを持ち込む車の数それほど多くない印象です。仮置き場として市が確保した静岡市清水区袖支庁の製油所跡地には午前9時から受け入れが始まり、最初の1時間で40台ほどの車が災害ごみを持ち込んでいました。災害ごみの受け入れは家庭ごみのみで、その場で可燃ごみや不燃ごみなどに分別する必要があります。やっとここまで片付けて来れたんですよ。こっちどういう？あ、感謝です。どこに捨てていいか分からなかったもんですから。また敷地内には市内の公園に集められた災害ごみも一時的に置かれていて、今後市内2カ所のごみ処理施設で処分していく方針です。視察した田辺市長は、大変ご迷惑をおかけをしているということはお詫びを申し上げます。しかしながら私たちが今できることを最大限の力を振り絞ってやっていきたいというふうに思っています。受け入れ時間は午前9時から午後4時までで、被災した市民や家族、ボランティアスタッフが対象で、免許証など身分を証明するものが必要です。